森保はじめ監督率いる日本代表は、6月からの連勝を歴代最長タイの8に伸ばしたダブルコート。歴代最強の呼び声も高い中で、元ドイツ代表 MF ローター・マテウス氏は、日本が掲げる2050年までにワールドカップ、W 杯、優勝達成の目標には、冷静な見解を述べている。中国メディア、新浪体育が伝えた。昨年のカタール W 杯で2大会連続でベスト16の結果を残した日本は、森保監督が続投。今年3月にはウルグアイに1対1、コロンビアに1対2というスタートだったが、6月のエルサルバドル戦で 6-0 と大勝したのを皮切りに、9月の欧州遠征ではドイツやトルコといった強豪国を破った。その後も連勝は続き、11月の26年北10枚 W 杯アジア二次予選でも2連勝を飾っている。西ドイツ、当時、代表の一員として1990年のイタリア W 杯優勝を経験したローター・マテウス氏は、上海で行われたブンデスリーガと中国サッカー協会の共同イベントに参加。中国オンライン新聞、鴻海新聞のインタビューで、中国、韓国、日本のアジア諸国について語った。中国メディア、新浪体育が、アジア各国の中で最も輝いている、と称した8連勝中の日本だが、マテウス氏は2050年までの W 杯優勝という目標を叶えるのは簡単ではないとの見解を述べている。日本が30年後に W 杯で優勝できるか？すごく難しいと思う。メンバー全23人が万全の準備をし、コーチングスタッフを含めてチーム一丸となる必要がある。その上で、運も必要だ。例えば、2014年のドイツ代表は長い月日をかけ、様々な面で最高の状態にあった。チームの調子に浮き沈みがあったり、選手が1人、2人離脱するだけでも目標を達成するのは難しい。過去2回の W 杯でも優秀な選手はいたが、パフォーマンスは良くなかった。ダブルコート日本代表史上最強、とも言われる現在の森保ジャパンが、どこまで高みに到達できるかにも注目が集まる。